台湾鉄路管理局、台湾鉄路管理局、台湾鉄路管理局、略称大鉄は台湾の国有鉄道のうち交通部が運営するものを管理する組織である。その路線網は日本語で台湾鉄道と呼ばれる例もある。日本の幸福を受け、中華民国政府が接収した台湾島内の鉄道路線を運営する目的で設立された台湾。 鉄路管理委員会を直接の前進とする鉄道事業体で1948年3月5日に発足した。設立当初は地方政府である台湾省政府の管轄下であったが台湾省の機能が凍結された1999年に中央政府の管轄下となって現在に至る。台北駅ビルに本部を構え2018年11月現在の局長は 調整源。日本統治時代に建設された多く路線を引き続き運営している他に東部を中心に存在した鉄道空白地帯を結ぶ東部幹線、南巡る線及び一部の支線を建設、合わせて 1100km を超える路線を運営している。また、管理局発足後も工場的に設備の近代化が行われており、現在では主要幹線のほとんどが電化。 複線化されている。年間利用者はおよそ1億7000万人。長らく西武幹線の長距離輸送を経営の柱としてきたが、台湾高速鉄道の開業後は高速鉄道を補完する短中距離輸送の利便性を高めるため、高頻度、等間隔の都市型ダイヤへの移行を進めている大都市運河。また、高速バスとの競合が激化している。 東部幹線の長距離輸送の改善にも力を入れており、台東線の電化、重機浄化や日本製振り子電車の投入を進めている。公車化を経た後に民営化する計画もある。なお、台湾の国鉄には大鉄ほ他に、林業用に由来し、日本の農林水産省に相当する林務局が運営。 2013年5月から2018年6月までは台湾鉄路管理局も運営参画する有山森林鉄路がある。2006年11月に一新され、2017年6月時点で運用されている列車種別は次の通りである。長らく台北市と高尾市を結ぶ長距離輸送に主軸が置かれてきたが、現在は台湾高速鉄道にその座を譲り、 台北と高尾の二大都市圏と地方都市との連絡を中心とした運行ダイヤが組まれている。すなわち、台湾各地の地方都市と二大都市圏を長距離輸送の機関となる、自強合、号の優等列車で結びつつ、区間車、区間回車でそれらの優等列車を保管するというダイヤである。また、前述の二大都市圏とその周辺では、都市近郊鉄道として、 都市圏輸送も担っており、従来の汽車型ダイヤから高頻度運転の都市型ダイヤへの移行、大鉄、都市運貨が進められている。なお、2006年11月までに廃止された列車種別は次の通りである。列車の運賃については、日本と違い、列車ごとに、それぞれ別々の運賃体系、日本の普通運賃の上に特急料金、 指定席料金を追加する方式とは異なるが、設定されており、たとえ同一種別の列車同士であっても、2列車以上を乗り継ぐ場合は、運賃の通算を行わない。号以上の優等列車は原則として、全車指定席で、混雑区間の普通車に限って、ジネガイムザ、日本の立席特権に相当が発売される場合がある。ちなみに、観光列車や一部の号には、 日本のグリーン車に相当する、商務車という特別席が設定されているが、前述の通り乗車券以外の料金券が存在しないめ、この車両、座席には上位種別の料金、この場合自強号が適用される。そのため、時刻表上は自強号として別列車扱いされており、乗車券も自強号で発券される。種別ごとの運賃は以下の通り、 10km までは、一律 10km の運賃が、初乗りとして適用。なお、小六65歳以上の老人、障害者は、半額となるが、小児運賃の適用基準が年齢である日本とは、異なり、身長、115cm 以上 150cm 未満、となっている。また、号において、座席指定を受けずに、 ジネガイムザ 81km 以上を乗車した場合は、上級運賃から2割引きとなる。この他に、1ヶ月、3ヶ月有効の定期乗車券、団体乗車券、各種企画乗車券も存在する。かつては、入場券、6件も発売されていたが、2013年6月1日に廃止された身分証との交換で通行証を貸し預かる形式に変更。 全線で、UU、一通り、iCash、HappyCash の、各、IC カードが使用できる。この場合の運賃は乗車した、列車種別にかかわらず、区間車運賃から1割引となる。ただし、対合列車割率石利用、自強号は乗車キロ 70km 以内のみ、割引適用、71km 以上は超過分に、対し自強号運賃適用となる。ふと白角号。 広し夢う等一部列車は利用不可。なお、長らく簡易 IC カードリーダーを設置した専用改札口を利用する必要があったが、従来の実機券対応自動改札機の更新が2010年11月より、始まり、実機券 IC カードの両方に対応した新型機オムロン製が順次導入された。なお、一部の無人駅においては、 簡易式の IC 専用自動改札機が設置されている。2018年11月現在、廃駅はを参照。台湾鉄路管理局は、以下の各国事業者あるいは、列車、路線、駅同士で、姉妹提携、友好提携、観光連携協定、技術協力協定を結んでいる。有山線については有山新林鉄路、姉妹鉄道を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。